にね、CC レモンが入ったんですよ。ガラジアンについに CC レモンが入ったんですよ。アサヒコーラとかいうわけのわからんもん飲まんでよくなったんですよ。なのでみんな頑張って CC レモンいっぱい飲んでください。で、選手名を読んでおこうかな。リピー側はアキさんとダイリキさんのチーム、リピー側はナイヒコトさんとダ、あ、いいよ、こっちあるから、団長さんのチーム。先方戦はアキさんのワラキアクレセントと、団長さんのレンかな、あ、白レンか、白レン、こちらもクレセント。さあ皆さん、今回のバージョンいかがでしょうか。今回から、システム面の話といえば、まずは空中投げ。空中投げが大体のキャラが地上でバウンドするので、拾ってコンボに行ったり、置き攻めに行ったりできる。さらに大きな特徴点としては、引き剥がし技。ダウン追い打ちから当てることによって、空中にまた運んでいくという引き剥がし技が追加されました。まあ、それ以外なんかあったんかな。さあシステム面の説明をしているうちに 2P 側の団長さんが1本取っていく。さあ今回ね、割と白レン強いって言われてるんだけどね、ちょっと僕まだ白レンは情報がね、まだあんまり追いついてないんでね、フルバンの白レンがなんかこうコーマ相手に半永久でゲージ貯めれるっていう感じのを聞いてるけどね。さあこれは当たってしまって、受け身狩りもバッチリできていた。勝ったのは団長の白レーン。ただそうそう、そのカラーね。さあ大力さん、明らかに名前がねパクリですね。大力って明らかパクリですよね。大丈夫なんですかね、これジャロとかね、ジャロとかカスラックさんとか来るんじゃないですかね、こういうの。さあジャンシーをかぶせてからの4000ダメージ。さあ都もかなり強いという噂でね、まああんまり対戦前に言いたくないんですけど、まあエリアル行ってから EX 空中 EX 新着で確定ダウン、あ、ダウンが取れると。さあ先はしっかり勝ち取る。最近クレセント新バージョンになって、クレセントが割とね、レンは引き剥がし技とかいっぱいあってね、使いやすい感じやったんで、レン使いは割とクレセントずっと使ってたんですけど、再開の時はハーフですね。さあ体力差が相当ついてしまったか、時間はまだあるのでワンチャンスといったところだったが、まあ普通にジャンビーをカウンターして一本目取ったのはナギコロレン。まあね、まだ稼働4日目なんだけど、僕もうこのキャラ、このゲーム疲れたよ。なんかね、前のバージョンとはすごく様変わりしたゲームになってしまいましたね、一気に。ダッシュより速い、ダッシュより速い。さあ三振やばれ、この前ムック見たけど三振8006フレですね。はっきり言うとバカ技です。6フレってアキアの 4C より速い。硬直、関所は硬直フレってアキア勝ってない。アキアのが確か7フレで、関所のが6フレやったかな、 4C は。さあしかし力強い動きで取り返していった大力都、小力都と大力都。さあ先走ったね。ああここまで見てきたところではあまり変更点を意識させない対戦風景。さあ連関隊から確定ダウン、安定解放にはいけない。さあゲージが一気になくなった。どうするのか、大力都西を差し込む。ギフ調子は無敵がなくなりましたね。でも EX 調子の無敵ないの CC からだよ。
い、一品側がアレンさんのハーフ、ハーフ料理で、二品側が白夜さんのプレゼント七夜。今回来る料理は強キャラと言われてますが、あえてハーフ。こういう車に七夜が攻め立てて、もうない、あっという間に七夜が取り切る。2ラウンド目、先に引っ掛けたのは両儀、今回引き剥がしがついた EX カード。ガチ刺さるも取れない。 BB 水圧に、ああ6入力で裏に回る。いらないとガードできない。ゆっくり立ち回って、あっと、いえ、引っかかっちゃう。投げ締めで、あとワンコンボで死んでしまう。終わり。しかし、勝ったね。勝ったのは、白夜さんのプレゼント7夜。ああ。いきます。ダウンの、ワン、ファイト。歩きがやたら速くなった都、ボクボがでもできない。レールが固めて玉空投げ拾えてる。バンカーが通る。投げてコンボできるの、できない。シールドも無様に浸る。投げて投げ直し、引っ張りついてる、はい、まだまだ無駄だよ。あっ、うまい、いい反応。シールドを奪われて、ヤコガがちょっとしんどい。嫌な性格です。バカリちょっとダメージ取るも受け枝にはならないところでジャンピーにかかってしまう。ボンボミス痛恨。でもあーやっちゃった。甘えた解放にジャンピー刺して1本目は本力のミヤコ。どっか飛んでく。はい、コンボできない。でも勝ってるのは古宮子。玉子投げ拾えない。若いジャンピーを軸に立ち回っていくが、出る側リードされてるので待つことができない。おいしい、いい反応でセブンス。こすっているボンティキミヤコ。反応できるの、反応して4400。サマーで切り返して、はい、今回エンジェルハイロトマック投げ扱い拾えます。引っかかって、これは殺しきれるか、殺しきる。いい試合をしているこの2人。最終ラウンド、生空投げ拾えない。もうウルミヤクのバウンドは6D。 が漏れる。逆潮流コマンドはよく取れる。 EX ステンジで固めの割り込み、君引っかかるも取れず、ワン
ンガをうまい具合に熱く開放通ってサマーが光るか、いろいろあってバンカーイン、でもまだちょっとリードしてるのはヤクサは使っちゃう、コンボできない、耳引っかかるも取れず、ケツが引っかかるも取れず、まだリードはミヤコ、ナマクーナが通ってきっちり拾う、これはなんてらしい、